中。メダカのビオトープ、夏の水温上昇と危機の熱対策です。はい、皆さんこんにちは。2022年6月25日土曜日になります。去年ドンキで買いました。スポットエアコンですね。3万円ぐらいで買いましたね。このエアコンの厄介なところはね、室内にねバケツを置かなきゃいけないんですよ。すぐに満水になるので面倒なんでね、結構な量溜まるんですよね。普通のエアコンならね外に出すだけなんだけどね、スポットエアコンはそうはいかないんですよね。発想はここから来ました。ちょっとこれがね捨てるのが面倒くさくてね、外に垂れ流すよりもね、ただ垂れ流すよりも外にメダカを飼って使えないかなっていう感じでね、ちょっと去年からね考えてましたね。早速今年ね工事しました。まあもう5月ぐらいから始めたんですけどね、まあ厄介なのは勾配の問題もありね難航したんですけどね、すでに工事費は2兆円をね超えましたね。ちょっと大変でした。まだ未完成なんでね、これからもっとかかります。なんだかんだ対策して水がねちょろちょろ出てきましたね。まだ勾配の問題があるため工事にはまだまだね手がかかります。しかしながら水はきれいになりましたね。こんなちょろちょろでもね水がきれいになるもんですね。電気でねエアを送ることもねなしになりましたよ。エアポンプかかりますからね、電気代がね。水温も30度ちょい以下でねなんとか保っているようです。イメージはねこんな感じになりました。この棚にね箱を置いて、まあ水溜める箱ですね、ダムを作り、雨水がね勢いで溜まって入って流れる感じですかね。排水口はガス台に行ってね火でね曲げましたね、塩ビパイプをね。しばらくメダカを見てください。癒されますよ。あーだけど おじさんの声じゃ癒されないね。ここはちょっと静かにしときます。結構表面張力でね結構ね綺麗に見えましたね。ライブだと上からですけどね、ちょっとこう横にした角度でね水が綺麗になりましたよ。こちらはスマホの熱対策です。こちらは4億円かかりましたね。ちょっとこれも大変な予算がかかりました。結構熱でね機器がね止まっちゃうんですよ、午前中ね10時ぐらいになると。はい、こちらはエアコンの再び裏です。ダクトと排水、皆さんいつもご視聴くださりありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いいたします。皆様とはまた別の動画でお会いいたしましょう。それではバイバイでー。メダカの警備員さんもいますからね、よろしくお願いいたします。ちょっと素人でねなかなかちょっと構成がうまくいかなくて申し訳ございませんでした。それでは失礼いたします。砂の嵐だわー。